千葉県浦安市の東京イ浦安市川医療センターでは先月28日から一般外来で予約のある患者のみ診療することにしました千葉県では市川市が新型コロナウイルスの感染防止策で先月28日から国に先駆け私立の小中学校の一斉休校に踏み切りましたこれに合わせ保護者の病院スタッフには出勤が難しくなる人が出る可能性があるとして 予約の患者に限ることで診療が継続できるよう体制を縮小したということです病院はこの体制を当面続けることにしています